上流から見た沢川ダム。沢川ダムは、山口県山口市特時の親がかりの平地先、一級水系沢川、本川上流部に建設されたダムである。山口県が管理する県営ダムであり、包み高54.0メートルの重力式、コンクリートダムである。沢川の治水と下流工業地帯及び沿岸農地への利水を目的とした補助多目的ダムであるが、 ダムの施行は建設省中国地方建設局が行っていた。ダムによって形成された人造湖は水没地の地名を取って大原湖と命名された。沢川は流域に山口県下最大の豊富平野を抱え、流域は有数の国葬地帯である。また下流部の豊富市はかつて萩藩の軍港、サンタジギ港があったこともあり、港湾都市として栄え、近年では、 繊維工場をはじめとする工業地帯が拡充していった。だが、沢川は古くから氾濫を起こす河川でもあり、特に1951年7月6日に発生した集中豪雨災害では過去に例を見ない被害を流域全体に及ぼした。このため、本川上流部から支流の島地川合流点までの区間では、沢川災害土木助成事業として、 堤防築堤などの緊急治水対策が行われたが、治水対策を確実とする対策として、山口県は現在の地点に治水専用ダムを計画した。治水ダムは1952年より事業に着手されたが、この間食料増産対策による新規農地拡大や豊富工業地域の拡充による水需要の増大と電力需要の増大により、 各方面から沢川を利用した開発の要望があり、総合的な河川開発が求められるようになった。こうしたことから、山口県は沢川の治水ダム事業を補助多目的ダムへと切り替える方針を固め、1953年に沢川総合開発事業の中心事業として計画変更を行った。これが現在の沢川ダムである。 沢川ダムは高さ54.5メートルの重力式コンクリートダムである。目的は沢川流域の洪水調節流域農地の既得水利権分の農業用水補給を図る不特定利水、豊富市、徳寺町の新規農地開墾に対する考え、豊富市工業地域へ日量11万4100トンの工業用水道の補給および山口県企業局による 県営水力発言である。ダムは1956年9月に完成し、以後沢川上流域の治水と流域の離水に貢献しているが、島地川五流天より下流部で計画を上回る、出水が記録されること、流域の人口増大に伴う上水道需要の拡大、さらに新南洋市、徳山市の石油化学コンビナートなどの、 工業地域拡充による工業用水の需要増大が重なり、沢川ダムだけではまかないきれなくなる可能性が出てきた。また、1966年には新河川法の制定に伴い沢川水系は、山口県では大瀬川水系とともに一級水系に指定され、島地川合流点以南が建設省による直轄管理区間に指定された。 こうしたこともありさらなる河川総合開発事業が検討されることとなった。建設省中国地方建設局は、沢川の最大支線である島地川に特定、多目的ダムを建設することにより、上記の課題を解決しようと図った。こうして1973年に島地川ダムが計画され、1981年に完成している。現在は、 沢川ダム、島地川ダムによって沢川の治水、利水が図られている。沢川ダムによって形成された人造湖は大原湖と命名された。由来は水没した旧湯津野村の中心地域である大原地区からである。ダム建設によって207世帯の住民が水没対象となった。これは現在であれば水源地域対策特別措置法の 大急上指定ダムに確実に指定される規模の水没物件であり、住民は特次庁沢川ダム保障対策委員会を設置してダム反対運動を繰り広げた。最終的には保障交渉は妥結したものの、水没する故郷の名を構成に残さんとして、中心地区である大原の名を湖に関した経緯がある。大原湖大原湖は春になると小賀に2000本の桜が 一斉に咲き乱れ、花見のスポットとして地元に、名が知られている。沢川発電所付近には、名水、沢川石水がある。湖畔には、キャンプ場が整備され、国立山口特治青少年自然の家や長者ヶ原、グリーンスポーツ広場、長原の里といったアウトドア施設にも近く、休日には、多くの客で賑わう。また、湖周辺は1973年に、 鳥獣保護区特別保護地区に指定され、鳥類の採取が厳重に規制されている。これは、山椒杭という珍しい渡り鳥が飛来するためである。正確な個体数はよくわかっていない。湖上岸には、野谷石風呂という旧石があるが、これは下流にある、吉見石風呂と共に、鎌倉時代に、そう、鳥源が作ったものと伝えられている。自称、樹影の欄において、 平重平による、なんと焼き打ちによる消失した東大寺を再建する際に作られたとのことであり、毎年旧暦6月5日に該当する日に、風呂滝の祭りが催される。ダム棒には、山口市徳寺から後に抜ける国道489号が通過しており、下流には、中国自動車道、徳寺インターチェンジがある。鉄道は、JR 西日本山陽本線。 甲府駅より北に約 36km の距離にあり、堀まで傍聴バス、堀で山口市特時生活交通バスに乗り換え、沢川ダムバス停で降りる。JR 西日本山口線、徳佐駅からは特時生活交通バスでゆずや活性化センターバス停に向かい、接続する堀駅に乗り換えるが、水曜日、木曜日、金曜日しか接続しない。 なお、JR 西日本山口線、名草駅からは南に約1 5トルと豊富よりも距離的に近いが、同駅からの沢川ダム方面への直行バスはなく、タクシーを利用して国道489号で峠を越えることになる。また、かつては沢川沿岸を防石鉄道が運行していたが、豊富から堀までの路線であり、現在は廃止されている。ありがとうございます。